こんにちは韓国ドラマ「紳士とお嬢さん」は、その美しいロケーションと心温まるストーリーで視聴者を引き込みました。この記事では、ドラマで使用された主なロケ地と撮影エピソードに焦点を当てます。1、豪邸の庭園ジェイドガーデン。イオングクと子供たちが住む庭園のシーンは、エハラドーチュンチョン市にあるジェイドガーデンで撮影されました。 ドラマ内での家族のほのぼのとした雰囲気は、実際の撮影現場でも子どもたちとの楽しいひとときによって生まれたようです。2、FT グループ本社の本社ビル OSSTEMIMPLANT4 グクが会長を務める FT グループの本社は、ソウル構成区にある OSSTEMIMPLANT のオフィスビルで撮影されました。モダンなデザインが印象的なこのビルは、ドラマにおいて会社の要として登場しました。 3. テーマパーク E ーワールド。ドラマではテグ広域市に位置する E ーワールドが遊園地として利用され、4グクと子供たちがダンダンを連れて行くシーンが撮影されました。このテーマパークは、春には桜が咲き誇り、アトラクションや動物が楽しめる魅力的な場所です。4. 洞窟テーマパーク巧妙洞窟。ドラマで4グクとダンダンが訪れる洞窟テーマパークは、キョン喜ド巧妙市にある光明洞窟で撮影されました。 美しい電飾で彩られたこのテーマパークは、ロマンチックな雰囲気を醸し出しました。エピローグ、紳士とお嬢さんのロケ地は、ドラマの世界観を一層魅力的に演出しました。美しい庭園、モダンな本社ビル、楽しいテーマパーク、ロマンチックな洞窟。テーマパークなど、各シーンごとに異なる雰囲気が楽しめます。ぜひ、ドラマを通じてこれらの素敵な場所を訪れる気分に浸りながら、作品の魅力を味わってください。 この情報をもとに、ドラマの舞台裏を感じるブログ記事をお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。